ある島の三つの頂上のプロミネンス。破線が、その頂上よりも高いピークを含まない最も低い、東高線で、そこから頂上までの高さがプロミネンスとなる。上の矢印は、その頂上よりも高いピークを表す。米国のグレートポンド山付近にある三つの山頂の、事例。その頂上よりも高い地点を含まない最も低い、東高線を、太線で示し、キーコルに、 緑丸と標高を付している。プロミネンスは、左のアトキンスヒルが430-310イコール120フィート、ケーブヒルが570-530イコール40フィート、ミード山が671-530イコール141フィート、3つの頂上いずれも、ペアレントピークは、グレートポンド山である。地市学において、プロミネンスとは、ある山や丘の頂上について、 その頂上を囲む、東高線の中でその頂上よりも高い地点を含まない最も低い東高線からの飛行のことである。日本語では地形と湿度などと呼ばれることもあるが、定約がないため、本項目ではプロミネンスと表記する。世界最高峰のエベレストや日本最高峰の富士山のような、その陸地における最高峰の場合、プロミネンスの基準となる東高線は、 海岸線となり、プロミネンスは海抜と一致する。上記の投高線を使った定義以外にも、プロミネンスは別の表現で定義できる。世界の山をプロミネンスの高い順に並べた場合の5位までは以下のようになる。世界の山一覧に125位までのリストがある。ありがとうございます。